10秒前です。本音ラジオ。今週も始まりました。それって君の進みたい道？みんなで作る本音ラジオ。こんなこと言っていいんだよ。略して本音ラジオ。この番組は子どもたちがのびのび、そしてしっかりと育っていくためにみんなで作る成長発展番組さ。参加型ということで、随時メッセージ、リクエスト、参加希望などを受け付けています。メールアドレスは本音ラジオgmail.com。 Facebook、Twitter は漢字で本音、カタカナでラジオの本音ラジオで検索してください。また FM ギノワンではツイキャス、ユーストリームで映像と音声をリアルタイムでお送りしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。後日YouTube にてその映像をご覧いただくこともできます。提供は沖縄で唯一の不登校専門中高一貫校歴代学園を運営する NPO 法人学び場沖縄、浦添で小学4年生から通える高校受験専門塾 BLC 藤枝塾、就活コーチ高江須康、ロックなマーケティング伝道師ザ・電撃パンクゾンビーズのゴヤッチがチームで毎週楽しく放送しているさ。はい、たーい。11月26日土曜日、晴れ。はい、今週も本音ラジオ始めれます。今週はパーソナリティの週ということで、私一人とあとミキサーの、はい、FM ギアスタッフの今崎がお送りします。はい、よろしく逃げさびらー。はい、なんですけども、先ほどですね、はい、はい、素敵な会場からですね、はい、バトンタッチさせてもらったんですけど、そうですね、さっきどんなことしてたんですかね。さっきはですね、うん、宜野湾産業祭りが、はい、宜野湾市役所前の広場にて行われておりまして、はい、そこで、うん、毎週月曜日から金曜日、はい、夜11時から、FEC の若手芸人たちがやっている、うんうん、FEC チューン堂の若手芸人のメンバーが、その、MC としてこう盛り上げていたっていう番組ですね、はい、そうなんですね、素敵ですね、はい、はい、私もですね、7年間宜野湾市に住んでたんですけど、あ、そうですか、はい、沖縄国際大学の社会文化学科の卒業だったんですよ、はいはい、それで宜野湾市はすごく住みやすくてですね、はい、はい、手だこのね、あ、そうだ、羽衣伝説、羽衣祭りですね、手だこは浦添ですね、はい、羽衣伝説という形で歴史がある宜野湾市なんですけど、うん、やっぱり産業という面では、はい、すごい私もお祭りとかで美味しいものとか、あとはですね、はい、文化も結構深いものがありましてですね、博物館とかも結構多くてですね、宜野湾市博物館とか、はいはいはい、すごい学生の町としてですね、はい、はい、琉球大学の方も近いの で、 そうです、ね、はい、もうすごい大好きです。 ありがとうございます、はい、なのでぜひぜひ足を運んでください。そうですね、はい、あとですね、那覇市でも、わかります、セルラーの方で、あ、なんか、はい、約30箇所の、はい、ブースから離島フェアという形で、はい、はい、今日もやっていますので、なんとイベント尽くしという形で、そうですね、素敵な、はい、週末になってると思うんですけども、はい、どうですか、ガッキーさん、はい、はい、最近、今日はですね、最近聴いてる音楽は何ですかね。最近聴いてる音楽、はい、自分アジカンカンフージェネレーションが好きなんで。アジカンさんいいですね、はい、どういったところが好きなんですか。そうですね、うん、ボーカルの方のちょっと低音なボイスと、はい、あともう演奏ですね、演奏がもう、おー、こう
ううおーってこうテンションがマックスになるぐらいな、ちょっとちむどんどんするっていう感じですかね。しますね、もうまさにそうですよね。で今日のテーマはちょっとそんな感じで、はい、まあ、音楽というか、はい、発信していけたらいいなと思います。じゃあ今日のテーマを言います。はい、今日のテーマは沖縄の音楽ですね。はい、はい、もうバックミュージックもです今聞こえますかリスナーさん。はい、そうなんですよ、沖縄の、はい、まあ、音楽というとね、はい、いろいろ、民謡からね、そうですね、ポップスとか、はいはいはい、あるんですけど、中でもガッキーさん、はい、何か、その中でお好きな曲とかありますかね。あ、まあ、自分はかりゆし58とかが好きですかね。ほうほうほう、アンマーとか。あー、やっぱポップスの方で聞かれますよね。はい、あれは染みますね、心に。うんうん、やっぱ有名ですもんね、カリウスさんもね。はい、結構県外の方も、はい、好きな方多いですよね。そうですね。うん、なんですけど、カリウスさんもなんですけど、モンゴル800さんとか、うん、あとはポップスですか。いっぱいいますよね。多いと思います、結構。例えば HY さんとか。あ、HY さん、はい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 。はい、ビギンさんとか。そうそうそう。あと忘れちゃいけないのが、自分たち中学校時代に相当流行ったやつ。オレンジレンジさん。あー、オレンジレンジさん。はいはいはい。あれはすごかったですね。すごかったですよ、勢いが。あの時の、はい、コザの街の風景、わかります？いや、全然わかんないです。わかんないです、はい。あの世代ですね、そうですね、だいたい10年ぐらい前なんですけど、はい、紅白歌合戦で、なんと、コザ市から。コザ市から、はい。全国に、オレンジレンジが、歌う時に、コザ市から発信して、ルノを見て人がすごいいっぱいだったんですよ。わかりますかね、リスナーさん。この写真がですね、はい、コザミュージックタウンに、大きく貼られてるんですけど、これはすごいなと思って、そこからまた沖縄のやっぱ若い世代のアーティストも、はい、ジャンという形で一気に火がついた感じなんですよ。先週なんかあれですよね、はい、例えばさつきさんの、うんうん、その名護出身のバンドも紹介してくれましたよね。はいはい、そうですね、はい、はい、先週でしたよね。あ、よく覚えてくれてます、はいはい、まあ、ステレオポニーさんって皆さん知ってますかね、うん、ちょっと、ですね、まあ、3年、2年前ぐらいに一応解散はしちゃったんですけど、はい、今また新しく、ですね、ドラフトキングっていう形で、結成してですね、他のメンバーが。なんと自分が中学校仲良かった山の橋志保さん、まあ、今でいうドラムの志保なんですよ。はい、で学校でもすごい仲もよくさせてもらってる同級生で、でその子がね、はい、さっちゃんちょっと元部高校で、はい、中学校卒業したら音楽やるって言って、うん、はい、したら、まあ、軽い音楽と思うじゃないですか。そうですよね、普通は。はい、聞いたことあります？え、もちろんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、今となったらね、ミュージックステーションさんとか、あ、はい、2回ぐらい、しかもトップで最初の一番目で歌ってたから、シーホーすごいなみたいな本当にすごいなと思いました。すごいですよね。で、あの時はですね、はい、元部高校に進学して、シーホーはで、アジサイっていう、アジサイ音楽の、まあ、結構有名な、まあ、若者たちを育成する場所が、はい、まあ、あるんですけど、こちらの方で、まあ、司法はね、力をつけて今また東京で頑張ってます。ぜひ応援してください。そうですね、はい、なんですけどね、はい、ここでですね、はい、早速ですね、ちょっと私の方から一曲、はい、弾かせていただいたんですけども、はい、はい、沖縄民謡、ガッキーさんわかります？沖縄民謡ですか。はい、そうです、少しぐらいしかわからないですね。ちょっと渋いやつなんですよ。はい、どういった曲ですか？今回のはですね、ちょっと私が8月の、うん、はい、26日に、国立劇場沖縄で、はい、ちょっと独唱で 歌わせていただいた、思い出のある曲です。はい、でこちらの曲がですね、 CD にも、結構入ってないんですよね。あ、入ってない曲、はい、入ってない曲で、伊佐栄一さんっていううちの先生が作った、あ、すみません、伊佐栄一先生が元に作られた曲なんですよ。はい、なので今ラジオでちょっと流すのもちょっともうめったにないんですけども、はい、ぜひこの歌を聴いてですね、沖縄民謡にもちょっと関心を持ってく
くれたらいいと思いますね。そうですね、はい、はい、じゃあ皆さん、あの FM 宜野湾からちょっと恐縮なんですけども、あの私沖縄と世界を結ぶエンターテイナーさっちゃんがですね、はい、ちょっと生歌を、はい、あの弾かせていただくんですけども、皆さんよろしいでしょうか。なるほど、ちょっと思いが伝わったんで、はい、コメントもお待ちします。じゃあ、あの本当に三線と歌だけで、はい、歌わせていただきます。はい、聞こえますよね、これ。あ、大丈夫、大丈夫です。歩む歌の道。ありがとうございました。はい、リスナーの皆様、はい、ちょっとあの私の三線が少しでも届いてくれたらとても嬉しいです。はい、ガッキーさん、今の歩む歌の道でしたね。はい、はい、来てみてどんなですかね。ちょっとなんか沖縄民謡をゆったりとした中に、なんか沖縄の風みたいの感じるというか。はい。その歌の内容的にはどういった歌の内容なんですかね。そうですね、はい、この歌がですね6番まであるんですけど、はいはい、一番最後の歌詞の方でですね、あのこの曲がそうあのまとめられた、はい、意味があの込めてるんですけど、はいはい、クルチ三線屋っていうのがあの 黒い三線屋、この三線なんですけども、うん、はい、このウマンチュのククルにあのヌシティシャビラっていう歌詞があるんですよ、はい、なのであの、まあ、ウマンチュっていうのはもう皆さんもう何万人いろんな人たくさんの人にですね、この三線の音色が届いていってほしいという、はい、まさに歩む歌の道ですよね。歌って、これからも、人生を歩んでいくっていう歌ですね、うん、はい、いいですねそうですね、なんか歌詞の内容も聞く
くとまたさらにいい歌に聞こえますね、うん、そうですね、私もこの歌が大好きですね、うん、はい、すごく普通の歌ってね、19の春とか、はいはいはい、恋愛ソングとかも結構沖縄民謡あるんですよね、うん、はい、なんですけど私はやっぱり一番親近感が、うん、湧くですね、この歌っていいなっていう純粋にですね、うん、はい、同感してもらうのでこの曲を皆さんに届けました。以上、歩む歌の道でした。はい、なんですけどもツイッターの方でもですね、コメントいろいろリクエストとかあればお答えできる範囲で返していただきますし、はい、今コメントでチャラチャラ AKB ファンさん、はい、はい、いつもありがとうございます。はい、こんちーっていう感じで結構な普通な気軽に会話でもねかけていただけたら私も返していきますんで、はい、よろしくお願いします。なんですけどね、ここでですね、はい、今私ですね、ちょっと今日が何日ですか。今日が、はい、11月26日。そうですね、もう女の子はですね、この大体1ヶ月後のことちょっと考えるんですよ。なるほど、はい、1ヶ月後って何ですか。約1ヶ月後、まあクリスマスです。そうなんですよ。はい、なのでですね、私もお家で、まあ、沖縄民謡もなんですけど、うん、はい、クリスマスソングも流してですね、一気にテンションを上げてるんですよ。テンション上げて、はい、はい、ここでですね、まあ、いろんな曲を皆様に届けていきたいので、うん、はい、今度は洋楽を皆さんに届けていきたいと思います。はい、はい、私の大好きなこのお二人コラボレーションいたしました、マライ・キャリーとジャスティン・ビーバーで恋人たちのクリスマス。楽しいなぁ。あ、里谷ユンタなんですけど、あ、それでユンタクですね。ユンタク、はい、それでいいです。結構、あ、注文ですね。早いですね。18人、嬉しいね。多いですね。ちょっと、皆さんに、はい、三振引きながらパソコンも打ちますよ。この歌わかります？いや、もう有名じゃないですか。それはわかります。ジャスティンも入ってるんですか。これはびっくりしましたね。マライア・キャリーさんが歌うのわかる知ってますけど、藤枝さんの話もしよう。大丈夫ですかね。ね。ちょっとモンパチの浅田裕太くんはちょっとないんですね。ない、ない、ない。オッケーです。じゃあ、皆さんリクエスト音楽かな。沖縄っぽい歌ってなんだろう。曲の方で何か流していただきたいものがあればどんどん流していきますので、ありがとうございます。イーサーさん、こちらの番組は初です。タイピング早、よっしゃ、褒められた。いい、このリスナーさんとの掛け合いが楽しい。あさとやゆんたとあさとやゆんたくって違うんですか。はい、あ、違うんですか。ゆんたくあります。あさとやゆんたはあるんですよ、結構いろんな。ユンタクがあります。ユンタクがなくて、ユンタがあるんですよ。ユンタ弾きましょうかね。あー、はい、わかりました。すごい。今、19分か。じゃあ、この後 CM 行きますね。CM はまだ。あ、まだですか。行きます。はい、ちょっと。わかりました。そうですね。
はい、次お願いします。キレのいいところで、じゃあ下げます。はいさーい、はい、沖縄と世界を結ぶエンターテイナーさっちゃんです。本日は本音ラジオ、はい、一人でお話しさせていただいてますので、皆さんもどんどんコメント、そしてですね、はい、曲のリクエストの方もお待ちしてます。ミキサーも、はい、ミキサーは FM 劇団スタッフの山崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんですと今日のテーマは沖縄の音楽ですね。はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、今日はですね、一人で回させていただいてますので、ゲストもいない、そして藤枝さんたちもいないということなので、はい、もうぜひぜひですね、リスナーさんたちと交流を深めていきたいと思います。そうですね、はい、早速ですね、Facebook ネームまさスペースきさん、まさきかな、これまさきだと思います。有名人ありがとうございますね。有名人、はい、有名人はてなはてなはてな、いや有名人ですよ。そうなんですかね。はい。そうですね。有名人かどうか自分で、おこがましいんですけども、はい。はい、将来的にはですね、沖縄の音楽とか、うん、はい、そして私、司会業もしてます。させていただいてますので、はい。少しでもね、誰かをですね、はいはい、元気になればいいか、いいなっていう感じで、はい、沖縄出身っていう形で、はい、面白い人がいるっていう形で覚えていただけたら嬉しいです。はい。はい、なんですけど、ガッキーさん。はい。はい。最近のガッキーさん。ザッキーです。ガッキーもザッキーも一緒じゃないですか？いや、ちょっと待ってくださいよ。ガッキーといえばもう玉城の超有名人荒ガキさんのことを言うんですよ。なるほど、はい、え、ガッキーなんですよね。え、ザッキーです。あ、ザッキーです、ね、山崎なんでザッキーですよ。皆さん覚えてくださいね。ザッキーですよ。はい、はい、なんですけど、今私がなんでしょっちゅうガッキーガッキー言ってしまうかというと、はい、皆さん火曜日10時からの、はい、逃げ恥見てます、ドラマ逃げるが恥だ、あ、違う逃げるが、まあ、逃げ恥。逃げ恥ですよ、ね。略しすぎて分かんないけど、世のが。はい。が、ガッキー。ガッキーが。ゆいさんが超可愛い。可愛いですね。あの人、はい、沖縄出身なんですよ、ね。そうなんですよ。すごい、もう嬉しいですね。はい。なんであんな色が白いのかと。見てます？ガッキー沖縄なの。そうなんですよ、マサーキーさん。沖縄でしかもね、めっちゃ調べたんですよ。はい。したら、聞きました、玉城、うん、はい、玉城の人ですよね。玉城出身で大里中学校、そう、はいはい、よくわかるね、調べたでしょ。違うんですよ、これはですね、友達に大里中学校の人がいて、もう毎回自慢してくるんですよ。そうだよね、もうガッキーの出身校だよって。そうだよね、はい、もうそればっかり言いますね。もうなんで、で、なんかガッキー、うん、喋っててですよ、ガッキーのスキル、ガッキーの話しておきますね。はい、で、なんか玉城、大里中学校は体操着の色が、そう、3年ごとで変わるらしいんですよ。うんうん、1年生は青、2年生はオレンジ、3年生は赤とか、それで、うん、はいはい、その自分と同級生の子は、私ガッキーと同じ体操服着てるのよって自慢してきますね。体操着かよ。体操着の話です。いや、でも嬉しいもん。嬉しいんですかね、やっぱり。まあ、そうですね。そんなこと言ったらね、私だった大宮中学校、はい、パッションやらさんですよ。あ、パッションやらさん。あのパッションやらさん。なんかまた笑ってしまうような感じでしたね。パッションやらさんなんですね。いや、すごいんですよ。いや、でも大宮中学校、はい、なんかみんなの出身あるある、リスナーさんも聞かせてほしいんですけど、うん、私、名護市立大宮中学校で、はい、もう青春を送らせてもらってたんですけど、大宮中学校ですね、はい、結構みんな濃いんですよ。濃い、はい、キャラがですか。キャラが濃いです。一個上にですね、比嘉祐介選手って言って、はい、サッカーの日本代表の、候補に、サッカーのね、はい、なる方もいますし、で、今さっき言った元ステレオポニーの、はい、今、バンドで活躍されてもらってる、シホとか、あと
うちの同級生クラス、同じクラスにですね、また、はい、コーチニーナさんっているんですね。コーチニーナさん、はい。足がちょっとあの生まれつきですね、あのちょっと障害を持ったんですけど、はい、それをまた糧にしてですね、パラリンピック選手になってるんです。すごい。とか、あの変山亮太くんとか、あのブラジルで、はい、そのサッカーを教えに行ったり、結構みんなぶっ飛んでる。すごいですね。でもみんな多分たどってみたら、はい、みんなの出身校も誰々はぶっ飛んでるみたいな、 あるんじゃないんですか。ぶっ飛んでる。ザッキーさんなんかすごいというか、有名人とかですか。有名人ザッキーさんいるんじゃないですか、一人二人。そうですね、自分の隣の高校に、うん、元読売巨人軍のキャッチャーやってた加藤選手ってわかります。下の名前教えていただけますか。加藤、なんだっけな。加藤ってめっちゃいるじゃん。巨人の加藤って言ったら一人だけなんですよ。本当に。はい、本当です。あ、内地の人みんな加藤じゃないの。加藤か田中じゃないの。そんなんじゃないですよ。そうなの。まあ、そのせいで、まあ、今年でその、はいはい、戦力外受けて、はい、この前その、はいはい、その戦力外になった選手が受けるトライアウトを受けて、はい、もう現役続行を宣言してたんですけども。あ、じゃあ結構すごい方なんですね。まあ、すごい方ですね。はい、巨人の、まあ、はい、4番手ぐらいのキャッチャーです。はい、4番手のキャッチャー、4番手ぐらいのキャッチャーです。まあそうですね、まあ、やっぱ1人2人はいるんですよね。まあそうですね、はい、でなんか日本、すごいじゃないですか、はい、うん、日本シリーズなんか、あ、出た日本シリーズ。日本ハムと前、はい、いつだったか対戦した時に、え、今年の、え、今年じゃない、今年じゃない、だいぶ昔なんですけど、はいはい、日本ハムと対戦した時にデッドボール当たってないのに演技でこうデッドボールだって言って、はい、うん、点を入れたっていう。それやっぱすごいですね。すごい。それっていいのって感じだけど、やっぱプロですね。プロ、演技も大切なんで、はい、何言われてもそのなんかチームのために、はい、何言われてもね、悪者でもね、悪者になってもすごいですねっていう話があります。はい、なんですけど皆さんもね、あの僕の出身校とかでも近くに芸能人いたよとか、はい、この人面白かったよみたいな、はい、ぶっ飛んでたよみたいな人いればコメントで待ってます。はい、続きまして、はい、皆様に今日ですね、沖縄民謡の方をですねちょっと聞かせていただくので、私事でちょっと大変恐縮なんですけど、今度はですね元気が出るアシビナーという曲を皆様に演奏させていただいていきます。はい、この曲はですね、男の人と女の人、あの楽しく、まあ、歌って踊るっていうイメージで、はい、作られた曲です。聴いてください、アシビナ。三振でキラチモラナトゥヌガナ歌にシンパティティトゥナイの村マディンあってちっかするチムエシアビトシガカジヤマニガフチョラヤスイディワタシマウタヘシリキラチモラナトゥヌガナイヤサーさん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 アイヤヒヤヒンアシビナヤデカシナムンウマンチュウチスルティティ拍子アワチョティヒヤミカセミルゴユガウンマニツンドディワタシマウタヘシディキラチモラナトゥヌガナ。ちょっと一旦停止しましょうか。はい、一旦あのツイキャスがですねちょっと終わっちゃったんで、はい、結構見てくれる方も多いので、音は届いてた、音で届いてますか。はいはい、じゃあ皆さん続いてあの続きを最後の曲、はい、最後の番でいきましょう。すいませんね、再度いきます。手拍子よろしくお願いします。はい、
あとザッキーさ、はい、いい朝朝ってさ、ハイヤでしょ。あ、はい、最高なあの掛け声ありがとうございます。今度はいい朝朝ハイヤで、いい朝朝ハイヤで、そうですね。あのリスナーの皆さんも私がいい朝朝って言ったらハイヤ、そう、最高。わかりました。ちょっと声がもう少し足りないんで、もう少し大きく言ってもらっていいですか。わかりました。じゃあ皆さん行きましょう。ちょっと早めで、はい。私は歌三振でキラチボーラなトゥルガナ、アシビナヤデカシナムウマンチュチスルティ、ティミオシアワチョティヤミカセミロクマラフンマニチュン、できますよ、はい。で私は歌ヘシデキラチボーラなトゥルガナ、イヤササハイヤ、イヤササハイヤ、はいやいやいや。はい、ありがとうございました。楽しかったですね。いや、いいですねすごい上手でしたよ、あの掛け声も元気で。あ、本当ですか。本当に助かりました。ありがとうございました。いや、掛け声入れたの初めてしました。あ、本当ですか。本当です本当です。聞くのはあるんですけど、はいはい、こうやって掛け声させてもらうの初めてだったんで、いや、なんか自分楽しくなっちゃいましたね。あ、もう嬉しいです。それがもう最高です。私のさっちゃん、その目的で参加させてもらってるんで、はい、少しでも皆様がですね楽しんでいけたら嬉しいです。はい、さてですね、視聴者の皆さんも今聞きながらハイヤって言ってくれた方いますかそうなんですよ、はい、皆さんのもう顔がですね見たくて、ちょっとライブ風になってしまうんですけど、うんうん、全然見えないですね、はい、まあそうですね。なので皆さんコメントどしどしお待ちしています。お待ちしております。はい、なんですけど、またあの曲のリクエストがありましたら、お手紙でもいいですし、メール、そしてツイキャスのコメントに打ってもらったら、私が頑張ってお答えさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ここで1曲、はい、はい、音楽の方流させていただきます。皆さん大好きな桐谷健太さんのこの曲で、海の声、どうぞ。嬉しいですね。将来的に東京進出しないの？流して使えていいですか？将来的に東京進出、すごいですね。これ嬉しいですね。32円。デジ嬉しいな。誰が？あ、多分藤枝さん？いや、多分スタッフが宜野湾市の産業振興アプリ終わったんで。あ、そっか。長そうそう流したいんですけど。あ、わかりました。待ってください。これ、画面見ながらって厳しいですよね、私。画面見ながら。ここに立てられます？この歌詞書かれてたよ。あー、そうですか。どうしようか。線届きます？はい、これ最高。これさしていただいて。さしてていいです？はいはい、いいですいいです。流さないんで。最高、ありがとうございました。さしたかね。うん。サビ終わったら行きましょうか。あ、わかりました。沖縄っぽい曲。
はい、じゃあ下げます。はい、桐谷健太さんの曲から海の声でした。素敵でしたね。いや、いいですね、やっぱり。この曲はですね、はい、今年も去年も引き続きですね、うん、はい、一番皆様の私の中でですね、心に届いた曲かなと思いますね。はい、なぜかというとですね、はい、やっぱりいろんな番組、歌番組、うん、でちょっと私ながら見てて、三振もって、いろんなアーティストさんの 中にですね、桐谷さんがこの海の声を歌ったとき、うん、結構アーティストの顔が映ったときに、うん、結構本気で見てる方とか、しみじみだなみたいな、あ、はい、感じてるアーティストさんとか多いなと思いまして、うん、エグザイルさんとかも、なんか、うん、はい、歌番組で見て、あ、これ嬉しいなと思って、うん、三振ってやっぱり私たち沖縄からしたらね、当たり前なんですけど、はい、そうですよね。県外の方から聞いたらやっぱり珍しいんですよね。まあ、三振は珍しいと思いますね。三味線になりますかね、向こうになると、ね、どんな感じなんですかね、三味線と三振の違いですかね。三味線どういう感じですか。もう三味線って言ったら津軽三味線のイメージが強いです ね、 そうですよね。吉田兄弟のピン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 っていう、かっこいいですね。あれはもう見ててうわーってなりますけど、どっちかっていうと、そう、その三振の方はこうゆったり、さっきの海の声のようなゆったり弾き語りっていうイメージが強いですね、はいはい、ああ、そうですね、はい、個人的にその三味線と三振の違いちょっと調べさせてもらったら、はい、この竿の長さが全然違うんですよ。あ、そうなんですか、はい、へえ。で、私もその南中ソーラン節っていう、ソーラン節の曲あるじゃないですか、うん、ありますね。あの曲、はい、後ろの方で津軽三振にやっぱり使われてるじゃないですかね、はい、で、それですごい興味持って調べて、持ったんですよね、はい、ちょっと触れ合う機会があって、津軽三線を持って、そしたら重くて、もう竿も長いし重いし、でバチも、はい、沖縄の三味線、三線はですね、牛の角を使って、この角があるんですけど、はい、私の場合このガラスの方で使わせてもらってます。見えます、こちらで弾いて、引っかく感じなんですけど、津軽三線はね、はい、バチッと弾く感じで、はいはい、かっこいいなと思います。だから激しいですよね、はい、津軽三味線の方は、はい、そうなんですよ。あ、いいこと思いついた。私の大好きな曲、後で皆様にお送りします。津軽三線を使った曲なんですけど、はい、ちょっとお楽しみください。はい、早速ですね、お、皆さんいっぱい帰ってきましたね。そうですね、はい、一曲ですね、また弾かせていただきたいと思います。今度はですね、盛り上がる系行こうかなと思ったんですけど、はい、どうします、ザッキーさん、盛り上がる曲と今ゆったりしたい曲どっちが好きですか。今、あ、もう今の状況によってはもう変えますよ。状況によって、いや、でもその激しい曲でお願いします、うん、好きですね。わかりました。お願いします。じゃあ一緒に歌っていただきます。皆様が多分知ってる曲と思うんですけど、はい、ボーカルはザッキーさんでお願いしてほしいです。はい。おじい自慢の。ああ、歌詞。ありますよ。あ、本当ですか。はい。いいですか。うわあ。はい、皆様も一緒に歌っていただいたと思います。大丈夫ですか？歌いますかね。はい。ちょっと緊張します。歌わないですじゃん。せっかくなんで歌います？一緒に。大丈夫です。一緒に歌いましょう。はい。じゃあ、おじい自慢のオリオンビール、皆様も一緒に歌っていただけたらいいと思います。はい、聞いてください。ビギンさんの曲でおじい自慢。島の王族を大変好きで叫びます通りまで有吉親で魔界がおばあが夕飯炊いてるさ、今日
は橋のビアガーデンへ野球応援甲子園明日は準々決勝の夜から応援しておくさありがとうございましたすいませんこれすいませんねおじいちゃんの夢見るそうですよねザッキーさん県外の方なんですよそうですねでCM で流れるのはちょっと言い訳させてください CM で流れるのはそのねサビの部分なんですよ揺りが全然わかんない状態すごくないですかリスナーの皆さんザッキーさん知らない曲をラジオで歌ったんですよ、はい、私の無茶ぶりに答えてくれてなんだかこうありがとうございますそうですねスタッフさんもちょっとちょっと笑いながらちょっと作業してるんですけどはい、はい、じゃあそうですね一緒にサビの部分じゃあ一緒にそうですね、はい、お願いします最高でしたねザッキーさんじゃあ皆さんも一緒に歌っていただけたらいいなと思います、はい、おじいじまーんいやさそ島とつくものなんでも好きで酒にはすぞりまで牛上やでばかいよおばが夕飯炊いてるさサビいきますあサビはいお願いします三つ星しかつしてバカバカとビールに託したうちならのやさそ夢と農家からおいしいさわっちちょっと待ってくださいえ、終わった自慢のオリオンそうなんですけど、やっぱスタッフさん笑ってますよじゃあサビ、はい、サビも歌えないじゃないですか、ザッキーさんさカラオケだってやってるんですよ、これありがとうございますあーみたいなあーみたいなCM 行きますかあそうですねじゃあここで、はいまた次にですねザッキーさんと歌っていう宿題させていただいてきます、はい、宿題にラジオ的にちょっとこれ危ないなと思ったんではい、はい、ここで喋るさっちゃんをちょっと聞いてほしいですはい CM どうぞやばい面白いですねすいませんえげつない声になっちゃったんですけど今何で放送事故ですかいやちょっと勢い余りましたそうなんですよザッキーさんさちょっとあれですねちょっとなんかさっきと汗さっきより汗かいてません汗が半端ないですね、うん、なんでですかいやちょっと歌えると思ってた曲がもうど下手くそですぎていえいえいえやっぱうまいかとかじゃなくて、やっぱ歌うかだと思うので、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと、一応フォローしておきましょうね。ありがとうございます。はい、いやいやいや、面白かったですね。はい、なんですけど、本音ラジオですね。はい、はい、今のように、歌も本音で、はい、歌っていきます。なので、ちょっと、歌に自信がなくてもですね、はい、はい、全然歌えますので、皆様、全然遊びに来てください。はい。はい、はい、なんですけども、私、さっちゃんですね。はい、ちょっと、自分のお仕事についてお話ししていきたいと思います。私はですね、今、実家がですね、はい、沖縄そば屋なんですよ。あ、ありがとうございます。はい、皆さん、沖縄そば知ってますか？知ってますよね。知ってますよ。沖縄そば好きですか？好きですね、こちらこといえば。なんか、濃ゆめと、はいはい、あっさりめがあると思うんですけど、どちらが好きですか？自分はあっさりめの方ですね。そうなんですね。あ、珍しいですか？
結構男性の方こってりが好きなイメージがあったので、特にですね、私がちょっといろいろそば巡りをして思ったのが、北部と南部でもそばの味が変わるなと思いました。へー、違いますか？北部が濃い。うん、そうなんですよ。あー、北部が濃いんですね。私の、まあ、試験なんですけども、はいはい、やっぱり南部とかそういうね、うん、結構県外の方とか遊びに来られると思うの、那覇とかね、やっぱり違うなと思いますよね。違いますか、うん、元部長とか、はい、名護市のおそばはやっぱ、うん、しっかり味がついてて、まあ、那覇市とかそういう元南部の方はまあ王道受けというか、うん、まあいろんな方でもささっと食べる感じなんですよ。へえ。で、私の実家のそば屋、はい、いやですね、ちょっと名護市のぐすく1-9-9、まあ、住所言っちゃったんですけど、はい、はい、おかげさまで20年させていただいてます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年で20周年なんですよ。はい、はい、で、日本ハムの応援団店という形で、うん、父が経営してですね、20年させていただいて、今年ですね、はい、やっぱりニュースでも、まあ、おにぎわいさせてもらった日本シリーズ、はい、日本ハムが優勝したので、しました。はい、赤インクの方もですね、はい、まあ、皆さんに来ていただけたら、本音ラジオ聞いたよっていう方、サービスをさせていただきます。お、はい、なんですけど、このサービスの内容が、はい、やっぱり お父さん の, この気分次第なんですよ。気分次第で、はい、まあ、そばの価格が割引になるか、お、まあ、三枚肉が多くもらえるかと。いいですね。でもいいですね。でもこれ、毎週、この宣伝してるじゃないですか。そうですね。さつきさんが、はい。で、一番驚くところが営業時間だと思うんですね。ああ、ありがとうございます。面白いこと聞いてくれました。そうなんですよ。はい。通常、営業時間って何時間ですかね。そうですね。通常、やっぱ、昼前から始まって、夜終わるんで、まあ、8時間、9時間ぐらいですかね。そうですね、はい、で、時間帯も10時とか朝の、ね、朝から始まりますよね、はい、で、蕎麦屋は結構早く閉まるイメージありますね。ああ、そうですよね、はい、そうなんですよ。私たちの蕎麦屋がね、名護市で多分1軒しかないと思います、うん、お、夜の蕎麦屋なんです。営業時間の方は夜10時から朝の、まあ、6時までですね。で、こちらの場所が緑街という、うんうん、名護市のバー街なんですよ。バー街、はい、バー街ってことは、お酒を飲んだ後、締めに赤インク。そうなんです。あ、いいですね。お店も覚えてくれてありがとうございます。そうなんですよ。赤インク、赤い犬の子って書いて赤インク、はい、ありがとうございます。ちょっともう一回エラー、エコーです、エコーです。はい、私の蕎麦屋は赤インクですね。はい、ですね。どんどん宣伝させていただいてるんですけど、はいはい、でもお客さんがまあ来ていただいて、はい、はい、名護のそばを食べていただきたいなと思いましたですね。で、私たちのそば屋はすごいこってりなんですよ。お、こってり。飲んだ後って、はい、あっさり欲しくなる方も多いと思うんですけど、そうですよね、はい、結構味濃くしてっていうお客さんが自分たち多いらしくて、昼に食べたら、はい、うわ、濃いって感じですよね。居酒屋のつまみみたいな感じですかね。そうですね、濃いめに作ってある感じ、はい。まあ、でもあっさりしてって言ったら、うちのお母さんがまた味見してくれると思うんで、さじ加減で、はい、で、最近追加したメニューとして、はい、ヤギス、まあ、ヒージャーそば、ヒージャーそば、ヒージャーそば、ヒージャー分かります？あ、分かりますかね。ヤギですね、はいはい、ヤギ食べれます？ヤギ1回だけ食べた時あります。あ、本当ですか。今若い人に大人気で。あ、そうなんですか、はい、へえ。ヤギってすごい栄養分があって、はい、出産した時に子供がなかなか生まれない時に食べたらすぐ生まれるっていうの聞いたことあります。そうなんですか。力がみなぎるんですね。そう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 。だからそういうパワー付けっていう形で若い人がですね、はい、うんうん、食べに来てくれますね。はい、臭みとか結構嫌いな人も多いって聞きますけどね。そうですね。その時はまたフーチバーって言って、薬草みたいな沖縄特有の、はいはいはい、ものがあるんですけど、そちらの方で消化とかもね助けてるものもありますしね、うんうん、まあ、あとはちょっと臭かったらまたどうにかうちのお母さんが工夫するってもんで、まあ、気軽に来てくださいな。はい、はい、ありがとうございます。はい、あとですね、CM ってあと1本ありましたっけ。あと1本、そうですね。そうですか。一人で弾いたり歌ったりしたらね、あっという間に、あっという間ですね。
そうですね、一応ですね、いやちゃんと話したいのがありましてですね、はい、はい、私おかげさまでさっちゃんですね、司会と三振をさせていただいてます、うん、で木曜日にですね、司会のお仕事させてもらった第38回ヤンバル青森同好会の集いがあって、ちょっとそこをレポートさせていただきます。はい、はい、こちらですね、名護市民会館中央ホールで、はい、毎年、はい、青森の集いっていう形で、うん、なんと11酒造、はい、そうなんですよ。おお、多いですね。なんと1000円でご賞味いただけるという、試飲し放題みたいな。うん、そうなんですよ、うん、すごい。どこの酒造が参加されたかちょっと聞きます。あ、お願いします。すごい有名ですよ。はい、北部酒造の協議会、ちょっと今読み上げますね。はい、はい、参加した酒造所は、塚山酒造所、女酒造所、金酒造、酒山酒造、高里酒造所、株式会社龍泉酒造、有限会社泣き人酒造、山川酒造、伊是名酒造所、伊部屋酒造所、ヘリオス酒造ですね。はい、こちらですね、11ブース来てて、はい、ちょっと大きな青森をちょっとご賞味するツアーになりまして、なんと挨拶がですね、はい、名護市の市長稲嶺進様が来てくれて、はい、はい、ハイタイグ水曜中がナビラーって言って、お酒はですね、百葉の長という形で、青森は日本 最古 の、 蒸留酒という形で言われているので、はい、ぜひぜひ名護から青森の方を発信していきたいという形でお言葉いただきました。はい、はい、で乾杯の温度もですね、はい、青森の女王アーゴンあずささんが来てくれてですね、はい、でスタッフの方も名護市商工会の方が一緒になってやって、まあ、盛大にやらせてもらって約1000名来てくれました。うわ、そんなにですか。そうなんですよ。大盛況ですね。はい、これ毎年やってて38回になるそうです。あ、そんなに。で抽選会をですね、社交組合の青年部がですね頑張って何番とか言うんですけど、もう終盤はみんな青森でベロベロなんですよね。で時間帯が午後7時から9時までやってたんですけど、はい、なんで7時から9時までやるか分かります？え、9時に終わるんですけど。分かんないですね。これもね、町おこしの意図があって、はい、今さっき言った私のそば屋、赤インクですか？そうそう、のところにある、はい、何街でした？待ってください、バー街ですね。そうそうそう、バー街ですよね。はい、バー街というのは飲み屋の街なんですけど、はい、青森を知った後に緑街に流れてほしいという形で9時に終わらせたんですよ。なるほど、はい、前は8時までだったんですけど、ちょっと工夫して、はい、タクシーも市民会館の方に横付けさせてもらって、はい、はい、皆さん寄った後に緑街に流れてですね、名護市の青森とか、はい、いろいろ交流をしていただきたいという目的で、なるほど、はい、催しをさせてもらったですよ。これ来てほしかったです、ダッキーさんに。いやー、行きたかったですね、うん、で最後は赤インクの方に行って、うん、はい、締めありがとうございます。音割れしてるそうなんですけど。あ、本当ですか。音割れは私の声が大きいからかな。あ、調整しますね、はい、はいはい、なんですけど中でもですね、ほら銘柄蔵さんとか、蔵ふるさととか聞いたことあります？ふるさとありますね。結構居酒屋行ってもある、うん、そうなんです。結構有名なものですね。私がちょっと気になったのが、女子大生とこの指導所がミックスして作ったハイビスカスの青森。へえ、そんなあるんですか、うん、はあ、すごいですね。もう飲みやすかったですし、なんかこう飲む人が減ってきてるからいろいろ工夫してるんですね。さすがですね。今泡盛離れがすごいらしくて、はい、はい、でも結局そうなんですよね、うん、青森って結構強いイメージがあるとか、はい、ザッキーさんは飲みます？青森はあまり、あまりですね。ぶっちゃけ自分もこの会に携わるまでは日本酒が好きなんですよ。あ、そうですか。はい、なんですよ。ありがとうございます。はい、音割れ消えました、ありがとうございます。あ、じゃあここで CM 行きましょう。はい、CM です。よろしくお願いします。どうぞ。
10秒前です。5、4、3、2、1、どうぞ。はい、タイグスよ、中華ナビラ。今週の会話、パーソナリティの沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。ありがとうございます。はい、ザキさん。はい。一人なんですけど、一人じゃないですね、このラジオは。はい、そうですね。リスナーさんも いますし。はい。ザッキーさんの今日のオリオンビールの歌声も聞かせて、はい、またあの新たな課題も見つけてですね、そうですね、はい、また楽しくやっていこうと目標が見つけました。はい、直していきます。はい、はい、いえ歌はもう楽しみもなんでね、はい、ありがとうございます。はい、なんですけど今あの CM 流れたのそうなんですけど、ちょっと自分あの CM の方も挑戦させてもらったり、ちょっと司会とかもいろいろさせてもらってるんで、またあのぜひお仕事があればまたよろしくお願いします。今週もありがとうございました。以上、本音ラジオ、さっちゃんでした。バイバーイ。これ、音入ってますよね。あ、音入ってますよね。前、保存されてなくて。あ、そうですか。じゃあ、ありがとうございました。